皆さんおはようございます。おはようございます。とても緊張しております。お楽に。はい、ありがとうございます。今日はですね、先ほどご挨拶いただいた成瀬さんに、もともと我々がこういったサービスを2年半以上前から使っているんですけれども、たまたま平塚に成瀬さんというユーザーさんがいらっしゃるということで、実はいろんなユーザーさんにアンケートを取らせていただいたりとか、我々のアプリの使い勝手を質問させていただいているんですね。そのご縁もあって、あ、すみません、マイクでした。聞こえ高い人っていらっしゃいますか？持ってやる、持ってやるといいですか？よくいろんな声をお話をしていると声が大きすぎると怒られるのであまり気にしないようにしているんですけれども、成瀬さんと、ご縁をいただきまして、その時に、こういった会があるというのを教えていただき、今日ちょっとそれを講師として、入らせていただきました。今日は我々がどんな事業をやっているか、どんな思いを持ってこの事業に取り組んでいるかというお話を、させていただこうと思っているんですけれども、我々の今いる、いわゆる IT ベンチャーと言われる世界というのはですね、皆さん非常にせっかちでして、あまり長く話を聞いてくださらないんですね。なので我々の基本的なスライドを大体3分間から5分間ぐらいに収まっています。ただ今日のお時間はもっと長いお時間ということだったので、普段話さないような内容というのもお話したいなというふうに思っています。主には前半、我々がどうしてこのサービスを作っているのか、どんなサービスをやっていて、それは事業として、どういった成り立ちをしているのか、どういうビジネスモデルになっているのかという、実質的なお話と、後半部分は、我々が今までどうしてこういったサービスを作り上げてきたか、そのゼロから何もないところから、新規事業というものを立ち上げて、今ここに至るまでというのを、正直そこまでしか経験していないのでそれ以外お話できないんですけれども、お話しさせていただき、その中から、新規事業を創出したりという、エッセンスっていうのを、感じ取っていただけたらなというふうに、思っております。私よく35と間違えられるんですけども今26歳になります。多分皆さん、ここにいらっしゃる皆さん私の年上だと思いますので、あまりこう何か教えるということはできないと思っています。なので我々がちょっと皆さんと違った分野のことを体験していると思っていますので、その分野の失敗談ですとか経験談からもし皆さんが何か感じ取っていただければそれは非常に光栄ですし、逆に僕からも、いろんな皆さんのいろんな部分というのを学ばせていただいたらなというふうに思っています。詳しいその僕自身がどういう人間であるかというのは講演の中にたまに含まれておりますので、ひとまずはここまでにさせていただいて、ちょっと後ろで、スライドを見ながらお話をさせていただきたいと思います。